行こう。はい、わっこの年若い彼氏です。そうくるかっていうね。正直そうです。正直そうですね。ですよね。すみません、冗談でございます。今日水辺の市の会場に初めてです、ね、来てくださった、はい、まあK 君としておきましょう。あ、 K 君かっくんなっちゃうけど、はい。ね、ここでは K 君と呼ばせていただきますけど、 K 君は星ヶ谷の方、はい、そうです。大学生。大学生ですの。年齢って お聞きしていいですか。20歳。うわ、くるくるくる。20歳。同年代。同年代。ね、大学生で、ありがとうございます。地域のことを、あれ、なんておっしゃってたっけ、学んでるような。地域創生学部っていう学部です。地域創生学部っていう学部に所属していらっしゃって、でそれで今日見つけた時間で、うん、まあ、何かその地元の盛り上がるものとかないかなみたいな感じで歩いてたところを見つけた感じ。すごいね。地元の盛り上がるところはないかなって思って歩きながら、うん、見つけようと思って水辺の市にたどり着いちゃう。ね、すごいね、それね。それもまさに平日だしね。あ、そうよね、うん、あ、やってるって知ってるわけじゃ、知ってたわけじゃない。完全に偶然です。完全に偶然ね。何、水辺の市を見つけてタンクポップに会ったの。君はもうハッピーだね、多分ね。人生一番越谷で会うべき人に会った、ね、わけだもんね、うん、はい、ね。無理やり無理、タンクポップって言いまして、まあ、越谷のミュージシャンではあるんですけれども、いろんな地元の盛り上げとか、もう出会った人一人一人がどうしたら幸せになるだろう、どうしたら笑顔になるだろうって、そういうことばっかりしか考えてない二人組なんですよ。だから言うなれば同じ匂いがします。いやですか。いや、全然大丈夫です。全然大丈夫。嬉しいですとか言えないかな。嬉しいです。無理やり言わない。ゆりこさん教えたら。冗談ですよ、ね、あんまり若い子いじめるとね、そういうキャラクターになっちゃいますから、ね、はい。水辺の市どうですか。なんかすごい雰囲気が良くていいなというふうには思いました。雰囲気がいいそうです。二十歳の大学生に、ね、雰囲気が良くていいなというお言葉をいただきました。嬉しい。ありがとうございます。あんまりいい感じのことを言えなかった。いい感じですよ。うん、なんか夢とかあります？そうです、ね。大学に入った理由が、うん、まあ、地域を盛り上げたいみたいないうことを考えて入ったんですけど、まあ、でも元々はそんなに越谷っていう縛りでは考えてなかったんですけど、でもまあ実際いろいろ越谷を、まあ、大学入ってから見てみて、結構面白いな、この越谷っていうのが。かっくん、うん、嬉しくないですか。嬉しいですね、うん。かっくんが54歳。54、ね、だから一回りどこじゃない、二回り。だからもう親子で、親子以上で、以上だよね。なんかこういうさ、若者がいるって、うん、越谷いいんじゃないですか。いいですね、うん。だから俺なんかそのぐらいの時は、うん、なんか別に越谷に興味なかったもんね。言っちゃうけど本当にね、うん。だからその年代で興味持ってるっていいなと思いますね、うん。どうしよう、将来のさ、偉い人とかさ、うん、あそこら辺のさ、いい席に座って、一番いい席に座ってたりして、ね、うん、出馬とかされてる。分かんないよね。そうだよね、うん、うん。何になろうとかは特に決まってるわ。まだそんなに決まってはないかな。そうですよね。いやー、二十歳か、眩しすぎるわね。いや、私たちは年齢関係ないですから。そう、ね、視聴者の皆さん、はい、ね、あなたも今やりたいと思ったことを、そう、ね、邁進してやっていけばいいだけですから、はい、ね、共に頑張りましょう。頑張りましょう。これからもぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、ね。じゃあお友達チャンネル登録よろしくね。おいしいぞ、出来上がり、ポンポンポポポン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 ポ
焼かれ、やけどすんなよ。